はね、梅田に、はい、あの来てて今小松天神通りでございます。小松天神通りこれそう、ここ見える、ほら、おんちゃんの顔、あ、見えたここちょっとね、散策をね、散策を本当に偶然大阪タイムが重なりましたので、今どこいますかみたいな感じで、なんか仕事をしてた帰りに会ったというね、最高のイエーイ。ちょっとまたこれから散策をしていきたいと思います。イエーイ。どうですか、大阪感やばいですね。大阪感やばいですか。ここどこ？ここは東通り商店街かな。初天神通りかな。そうなの。やばいの。お好み焼きゆかり。見たことあるとこがいっぱいです。ビアボール通りかも。ビアボール通り通ってる。初めて来た。私も。すごくない？いつの間に。趣ある。今から入りたいと思います。鉄板やろうに。鉄板してきます。おはようございます。今からは、はい、のんちゃんがイカ焼きを食べたいということで、うん、イカ焼きを探しに行こうかな。イカ焼きはどこにあるんですか。梅田か難波か南かどっちに行くかね、今考えておりますが、もうお昼なんです。お昼なんです。もう寝すぎちゃって寝坊してホテルの時間を2時間くらい延長して今です。なのでお昼のイカ焼きを探しに行きます。行きます。じゃあね、行ってきます。混みすぎて荷物がロッカーにしまえなかったんで作戦を変更します。大変、もうね、すごい長蛇の列なんですよ。やばいよね。ちょっと頑張って何か食べます。阪神に着きました。はい、あのイカ焼きがここにあるという話でね、いえ、今からちょっとイカ焼きをね食べに行きたいと思います。結構まあまあ並んでるけど許せる範囲の並びです。20分ぐらいじゃないかな。20分かかるかな、分かんないか。もうなんか今お兄さんがせっせと作ってくださってるから焼きたて出来たて、ちょっとまたゲットしたら撮りますね。念願のイカ焼きをゲットしました。イエーイ。こちらです。なんかいっぱい増えてたよ。これが卵の入ってる和風です。和風デライカ焼き。和風デラ、和風デラはなんかイカ焼きに卵が入ってるやつらしくて、で普通はソースなんだけど醤油らしい、うん、みたいな、はい、これはイカ焼きとネギイカ焼きですね、はい、ネギが入ってるやつ。初イカ焼き、イカ焼き食べてほしい。食べる。はい、じゃあいただきますかね。いただきます。やばいな、ついに念願になります。いただきます。いただきます。うん、もちもち。味はソースソースとイカとなんかもちっとした、なんだこれは、まあ、美味しい粉もすごい。ネギの香り、めっちゃ安い。1枚170円。これ1枚ネギイカ焼きが分かんない。180円。ネギだ。ネギうまっ。ネギめっちゃうまい。イカ焼きはソースのね味とイカの風味だけど、急にネギ来たね。これ、うん、私も初めてです。ネギはソース感なくて、めっちゃネギ、断面にネギがめっちゃ入ってて、でもソースいる。意外なのかなこれ。うん、なんか醤油っぽい。多分醤油じゃない。和風みたいな感じですね。おいしい。レモンサワー飲みたい、ね。うん、探してんだけどな。レモンサワー飲みたくなる味。周りの人がみんなビールとか飲んでて、なんかすごい羨ましい。あ、いいね。いい。うん。あ、やった。ありがとうございます。頼もしすぎません。お帰りなさい。ただいま。あなたが欲しいのは、はい、レモンサワー。ライムサワー。どっちサワー？レモンサワー。はい、ありがとう。ということで、はい、レモンサワーとライムサワー。ライムサワー、緑色だ。あ、見える。昨日さ、うん、バイバイしてあの後の動画が全くなかったと思うんですけど、その理由は私の同級生が来ました。すっごい、もうザ関西みたいな関西女3人が。すごいもう推しが強くて、もうなんか漫才師の3人が来たのかな。のんちゃんずっと笑ってくれてて、ロックオンでみんなのんちゃん、すごい関西人ってこんな感じなんだなみたいな。よくないよ。よくないよ。でもなんかアイアイさんって東京だ
だとやっぱすごい明るい部類の中のトップみたいになってるじゃないですか。でもやっぱあのお三人のところにずっといたんだなって思うと、あ、そりゃこうやって育つよなってあのテンションで来られると多分負けないようにしなきゃいけないし、そうやって鍛えられてこういう風になるんだから、ね、日頃からえ、だってその3人でいるとこうなるから、ね確かに若干あそこにいると馴染むね。馴染んでるんじゃない？なんかみんながヤバすぎてやばいよ、テンションがやばい、おもろいやんって言ってた。なんか面白い話があるとめっちゃおもろいやんって笑いながら言うやんみたいな。ウケるはあんま言わんから、ウケるって言わんのよ、あんまって言わん、全然言わんの、ウケる全然言わへんなって、そう話をしてて、こっちはめっちゃおもろいやんって笑いながら言うんじゃなくて、めっちゃおもろい、そう、めっちゃおもろいって真顔で言うみたいな。でその、ま、めっちゃおもろいやんの中にちょっと悔しいもん入ってる。そんな文化ないから東京。めっちゃおもろいドヤ顔で言うね。で講座が急にのんちゃんに始まって、のんちゃんにいい言葉を教えてあげるって言われた言葉あって、知らんけど知らんけどって、なんとかなんとかだよな、なんとかだよねみたいな、知らんけどで最後に言えばいいみたいな。でもそれ割とも流行ってるから、私もなんかたまになんか結構使ったことはあって、それをやっぱり関西の人に受けてた気がする、知らんけどっていう、関西の人が好きな言葉なので学べた。あ、このイカ焼きの新しいやつ、私入ってるらしいです、知らんけど。ほんまにこのぐらいのテンションで使うから。なるほどね、めっちゃいい例だな今。これなんて名前だっけ、なんだっけ、デラ、デラです、マフーデラ、マフーデラ、知らんけど、知らんけど、それは知ってるやん、書いてんねんから、それは知ってる。昨日でもモンスターやった、昨日おったモンスター、関西モンスター、関西モンスター、え、ほんとにすごいと思ってね、パワーもらった。最初戸惑っちゃってたけど正直超泥酔してるのかと思ってたの、そしたら全然で、なんだったら飲んでなかったの。シラフですって言ってた、マジでシラフで、シラフです、普通にウロン茶みたいな、なんかポットに入ったウロン茶飲んでてって思ってたのなのにこのテンションどっから来てるんだろうと思って、だんだんその笑いのなんかテンポ感が分かってきて、その笑いのテンポ感になんか飲まれ始めるとなんか心地よくなっちゃった。ずっと笑っててやばかった、あれなんかこうなんて言うんだろう、サウナにハマるみたいな感覚。みんな聞いた、サウナやってよかったな、ほんまに感謝してる。なんかすごいあの心地いいみたいな、途中からなんかケラケラ笑っときゃいいんだめっちゃ面白いしね、実際面白いだもん。よくさずっとそんなにさ面白いことをさずっと言えるよね、ずっとあのテンション、ずっと聞いてや、ね、聞いてや、聞いてや、ね、聞いてや、ずっとみんな聞いてや。なんてさずっとさ面白いっていうことをさ考えているんですか素朴な疑問。生まれるからやきっと、生まれるからあ、そうだからなんかみんな人の話聞いてないねって言ってたよね私は聞いてるよ。いやいや、あれの中で絶対聞いてる、一番聞いてると思う、一番聞いてると思ったけど一番記憶なかった、私が高校時代の、あ、そう言ってた、ね、高校の同級生みんなが覚えてて、私結構覚えてなかったからなんかそれ一番記憶なかったけど一番話は聞いてたと思う。しかもさ思ったのはなんか昔話じゃないけどなんか伝説みたいな感じで語り継がれているみたいな、同じ話題で多分何十回も多分同じ話題を話してるの、それで多分あの話聞きたいって言って聞かせてみたいな言って、なんか同じ話を多分何十回も聞いて笑ってるみたいな現象を初めてなんかすごいなって思った。のんちゃんね初めて聞く話やったからさそれをさのんちゃんにはウケるんやろかと思って、ウケるよ、どうなるなと思ってあれ話してやって、でも何回聞いてもやっぱおもろいね、面白い面白い、どんな結末か分かっててもおもろいやな、ね、確かにっていうね、すごいやっぱり関西の方の感じが勉強になった回だった最高でしたね今回の旅は。ちょっとこれからねちょっといろいろ行くんで、ちょっと一旦ごちそうさまでしたということで、後ほど今動物園前に来まして、動物園前今あるところに向かっております、あるところ、イエーイ、この感じやばいな、商店街、じゃんじゃん横丁、じゃんじゃん横丁、じゃんじゃん横丁、ほら、ほら、寿司とか、あ、すごいね、お好み焼きもそうだし、なんじゃん、昨日お好み焼き食べたもんね、食べたここはね、新世界ですか、新世界です、新世界、
通天閣の近くかな。めっちゃ可愛い。全部がのんちゃんがすごいね、あの大阪のことを褒めてくれてて、やばい、普通に過ごしてきたあれやこれやをすごい褒めてくれるから、だって嬉しい。わあ風が強い。可愛いもん。可愛い、可愛くて。ありがとう。ずっと祭りみたい。あ、確かに射的があったりね。こんなにもかっていうぐらい大阪のこと褒めてくれる。最高じゃない。大阪弁も褒めてくれるし。最高ですよ、ね、居心地がいいです。着いた。着いた。これです。イエーイ、通天閣。着いた。着きました。あの通天閣に行ったらまだいるかな、ちょっと触ってほしいものあるんで。生き物。生き物。生き物。あれは、いや生き物なんて言っちゃいけない。え、何？神様です。神様。やばくない？この格好。あ、すごい。やばい。あの、え、なんだっけ、通天閣の滑り台に並んでる。違います。通天閣の入り口です。あ、通天閣の入り口で並んで滑るわけじゃないです。じゃ並んでる。なんか全然関係ないとこになんか並んでました。こちら滑り台、滑り台と思ってたから、なんか滑り台も通天閣も両方あったがこっちにあるな。全然関係なかったけど、でも展望台にちょっと並んでたけど、今から入ります。分からへん。ちゃんと願い込めて。今通天閣の中の2階なんだけど、名前占いから。だから今ここにね、アイナとアイヌ、アイヌさん、アイヌさん。で私はカカナン。あ、いた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 。いたからし買うか。はい、ね、行ってきます。行ってらっしゃい。そっちじゃないよ。あ、ちゃあちゃあちゃ、真ん中も書いてる。ここにお金って。ちゃんとちゃんと入れてください。でまずカナン。はい、間違えないでよ絶対。あった。はいはい。なに、はいはい、ね、入れた。あ、こんな感じなんだ。そう、名前の神秘。え？のんちゃんに飲んでもらいたいもんあってな、ミックチュジューチュを飲んでほしい。ミックスジュース。違います。ミックチュジューチュ。ミックスジューチュ。違う。ミックチュジューチュ。ミックチュジューチュ。ミックチュ。ミチュクチュ。ミチュク？ミチュク違う。ミックチュジューチュ。あ、そうそう。ミックチュ。違う違う。ミックチュジューチュ。ミックチュジューチュ。やば。一生言われへんのんちゃんこれ。これでしょ？うん。ミックチュジューチュさんはないわ。美味しそう。何これ、知らんかった。これ、うん、私も飲む。これ、買ったよ。もう一回言って、それ何。ミックチュジューチュ。あ、ついに通天閣の最上階に着きました。イエーイ。さっきのね、謎のなんか動画、あのなんか、なんでミリケンさん。ミリケンさん可愛かった。音楽がちょシュールに感じた。あれはシュールに感じたことなかったの。昔からそうなんです。全然覚えてない。今まで来たことあるはずやのに。回るか。回ろう。そことかベリケンさんがすごい。これ飲みたくない？飲みたい。はい、あ、いいね。あ、いいね、いいね。やばいね。開けます。待って待って、何すかそれは。ミックチュジューチュ。素晴らしい。いきます、乾杯。はい、イエーイ。開封。はい、ミックチュ、ミックチュジューチュ。乾杯。乾杯。バナナ。ドーン。バナナやばい。え、バナナって何が。え、ミックスジュースやからいっぱい。バナナ聞いて。バナナは、ちょっと私もこれから聞いてっていうのも言いづらくなっちゃう。聞いて。バナナは一本一本丁寧に皮を剥き、フレッシュ感あふれるハンドメイドの味わいに仕上げております。マジですか。だからバナナを気づいてくれたあなたが天才です。だってこれバナナ味がめちゃくちゃ強くなる。うん、あ、なんかあれは全部神様。これ何ですか。神様です。神様なんですか。吉祥天じゃないですか。吉祥天。あやさんのさ、後ろにさ、今映ってるさ、ビルのあれはアベノハルカスですか。アベノハルカスって、ね、関西に誇るアベノハルカス。どうしてもこれアベノハルカスじゃなかったか。アベノハルカス感ありません。でもなんか濃いよ。濃いよね。そう、アベノハルカス。アベノハルカスっぽい。
くない、この景色。でもあともうちょっとしたらできるんやろ東京に。あ、そうそうそう、アマンレジデンスだっけな。違うかな、またそうやって繋がれるんや。またそうやって繋がっていくんやと思う。まあなあ、まあなあ、まあなとか言う、まあな、でもすごいね、やっぱ景色が。見て見て見て、やばい、これやばい、これやばい、これやばい。これさ、わかるんちゃう？でさ、これさ、怖い人いるかな。なんかでも透明なとことかあった気がする。行こう、行こう、行く、行く、行く。よし、行こう、行こう。あやさんさ、クオさん、このためにさ、このさ、エレベーターじゃなくてね、なんだっけ、これ、滑り台、滑り台のために何持ってきたんですか？ズボン。タグ付きのね、タグ付きの。え、待って、今さ、声が増えて滑ってた人いたんだよね。私、ズボンまで持参してさ、ガチでやる気満々の、やる気満々、滑り台滑る気満々の女みたいな。いけるんやん、いけるやん。まあまあ、ズボンを推奨しておりましたけどもね、まあまあまあ、まあね、いいんだ、いけるのかも、いけるやん。とりあえずでもズボン履きましょう、皆さん。ズボン履きましょう。じゃあ行ってきます、行ってきます。はい、じゃあここで動画撮影ね。あ、お姉さん撮ってみて。はい、じゃあこちらの頑張って頑張って。頑張って。バッチリ、いきまーす。はい。3、2、1、今です。いってらっしゃい。はい、かわいらしい。はい、ありがとうね、これだって。なんでクロスで。はい、思いっきりいきますから。いってらっしゃい。めっちゃ叫ぶやん。やば。めっちゃ叫ぶやん。今終わって髪もボサボサだし、なんか死にました。水源どうだった？通天閣の上でズボンを履いた人おるから。え、怖かったですか？楽しかった。楽しかったよね。でもやっぱ孤独、一人孤独やから。孤独なんやっぱり。景色とか見てたけど、頑張って、頑張って見てたけど。あ、見てた。私はもうなんか。出身しそうになった。降りてきたらなんか何があったんって言われて、知らない人に言われた。おもろかった。おもろかったね。おもろかった。楽しいかも。楽しいね。ぜひね、みんなもやってみればいいじゃん。肝試しに、ね。肝試し。やってみては。私が最初に行ったのなんか効果ありました。その先に行ってほしい。ああ、なかった。なかったんかい。じゃん。しましたー。白身カルタル、のんちゃんの大好きな紅生姜、イエーイ。ソース二度漬け、いただきます。ビューシュビューシュ。わー、最高。紅生姜、これがいわゆる私が大好きな紅生姜。非常に美味しい。ちょっと辛くて、ネギ打ち。はい。おみくじです。どっちか分かんなくなります。じゃあ私から見るね。大変です。わかりません。ね、待って。対人関係。決してしゃばらず。私じゃない。しゃばらず。誰がしゃばるやん。どっちか分かんないの面白い。感染力は多分に自信過剰で強引です。え、これアリアンさんじゃない。全部かよ。絶対そうじゃん。みたいな感じでーす。分からんねん、どっちかもね。知らんけど。知らんけど。はい、じゃあこれはですね、なんで撮ってるかというと、はい、今回の動画ってしまったって圧をかけて、閉めたかなと思ってさ。しまったんって今圧をかけられたから撮って、圧をかけられてっていういじめてるみたいやんか。今だから帰ってるんですけど、私はこれから帰って、アイアイさんはね、妹のところ、そう、とこに行くらしくて、今日ずっとのんちゃんが本当にもう延々、さっきも大阪のこと褒めてた。いや、マジでね、本当いいって。最高ですよ。なんか定期的に来たいって。え、そう、定期的に。なんか今回は、まあ、行けなかったね、あ、急遽ね、そう、あったから、ね、動物園もそうだし、そう、次回はうなぎでしょ。あとホルモンや食べたいって言ったよね。そう、なんか鉄板、そう、私も食べたことないから。そうなの？ないないない、大阪でも。いや、だって知らなかったもん、そんなの。それがなんか名物みたいな、昨日知ったし。ええー。大阪名物知らせたのかな。なんかさ、大阪といえばさ、ホルモン焼きも、あ、こいつも買ったの、さっき。なんだっけ、さっきさ、ホルモン焼きも絶対次回は食べるんですけれども、はい、
ビリケンさんのやつで、ビリケンさん会いましたね。え、そう、あやさんがすごい美味しい美味しいって言ってから買った。おすすめ、マヨネーズ好きだから。いろんな種類があったんですよね、はい、串カツ食べて、串カツ食べて、生姜も食べて、そういっぱい食べて、そうね、はい、という感じの回になりました。じゃあ締めてほしい。私がちょっと締めって何、締めって、いや違う違うよ、締めって、いや別に締め締めって、はい、というわけでみたいな締めわけで、ね。いやほんまに、いやでもこうやってね、のんちゃんが大阪に来てくれたし、大阪の私の同級生に待ってくれたから、そうマジマブ、マジマブです、マブマブです、マブマブマブ、さっきハイボールとかリチをね飲んでね、マジマブ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 の旅でした、マブの旅でした、マジ最高。あのみんなもちょっと関西さ、ま、来え来て大阪遊びに行くといいよね。待ってんで、今日行ったとことかさ、聖地巡礼していただけるまやな、ね、思いますけど、マブイエーイ、という感じでした。おおきにまたね、ほなんで、ありがとう、ほなんで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 。